先生。戻ったのか。ご苦労。ランド公国よりブルネリ殿をお連れしました。それと父さん。なんでこんなところにお前たちがいるんだ。スタールがエイタロンに襲われたんだ。一度は退けたけど、このままではきつい。国から援軍を派遣してほしくて陳情に来たんだ。そうか、事情は分かった。じゃあ。だが今は援軍は出せない。帰って戦いに備えろ。父さんに何の権限があって。父さんはやめろ。陳情に来たのなら立場は後人だろう。ブルネリ殿ですな。遠方からご足労いただき心より感謝を申し上げる。現在我が国は西方の蛮族国家の侵攻を受けており、残念なことに戦況は芳しくありません。聞いているわ。レスリア全軍を持って反攻の予定が立っており、すぐにも出立となります。お越しいただいてすぐで恐縮ですが、ブルネリ殿には我々にご同道いただきたい。ええ、いいでしょう。ビクトル、悪いがお前には後方の安全確保を頼む。ひとまず部下に号令をかけ出立の準備をしてくれ。了解。どうしよう。帰るしかない。スタールに戻るんだ。村へ帰るのか。ならばダカーフ山道を通れ。そちらの方が近道だ。待って、何か聞こえない？とかじゃなさそうだな。構わねえからやっちまおう。ついてなかったな、おめえら。あ、それ。いい加減諦めちまいな。助けなんざ来ねえぞ。あれ、負けるか。あ、それ。どうだ、助け。
んで火を吹いてるんだよ。何なんだ。まずいぞ、あっちには大切な物資が。大丈夫か。砂まみれ。もう一体何だったんだ今の。なんだかすごく大きいものが落ちてきたみたいだったけど、見に行ってみる。空を飛んできたっていうのか。何なんだこれは。見えないけどここに何かある。見えない壁なのか。何なんだ、まるでわからない。なんだあんたたちは。黙ってその子を置いて立ち去れ。バカなこと言わないでください。気を失ってる子供をほっとけません。力ずくでも渡してもらうぞ。獣院がやったのか。獣院が消えた？そんなことってあるの？よくわかんないけど、今のうちに逃げちゃおう。村が襲撃されたのか。襲撃があったのか。ああ、昨夜襲ってきた。すぐに見張りが気づいたから撃退できたけど。村のみんなは無事なの？かなりやられちまった。怪我人は診療所で手当てを受けてるけど、戦えるものは大して残ってない。そうか。今は動けるものでできる限り守りを固めているところだけど、意味があるのかないのか。で、援軍はどうだったんだ。来てくれるんだろ。それが、実は。その件は明日、村長の家に報告しに行くよ。それより今はこの子を。それにしても、王都に行っている間に
まさかお前らが子供を作っているとはな。そんなわけないでしょ。途中でいろいろあって助けたの。気を失ったままなんだ。家で休ませてやりたいんだが。ああ、そうだな。そうしてやれよ。じゃあ明日な。呼吸は安定しているし大丈夫だと思うけど、一晩休んでも意識が戻らないのはちょっと心配。あとは回復を待つしかない。そうだね。このまま付き添っててあげて。村長のところへ行くの？ああ。そう、嫌な役目を押し付けちゃってごめん。いいんだ、その子を頼む。ビクトルさん、知っているのか？知っているも何も。スタールの要請に応え我々が派遣された。だってあの時は。お父上の指示だ。後方の安全を確保しろと。そうですか。不服か？いえ、来ていただいて助かります。ありがとうございます。先ほど説明した通り、エイタロンの本拠地を我々で叩く。でも本当にそんなことできるのか？そのために我々レツリア軍特殊部隊が派遣されてきた。そういうことなら我々としてはお任せするしかない。僕も参加させてください。おい、本気か？いいどころか、こちらからお願いしたいぐらいだ。協力に感謝する。マジか。すぐに出発する。準備ができたらダカーフ山道側の門前まで来てくれ。よくも村のみんなを。レスリアの犬です。濃い連中ですね。放置しておくと後々面倒になりそうです。ここで始末しておきましょう。あれはまずい。散らばれた。どれだけ強い武器だろうと当たらなければ問題ない。動き回って狙いを見せさせるな。全員ヒデルの指示に従って攻撃。あの武器に狙われないように動き回れ。
私がこんな死体の回収は難しいでしょう。あのわけのわからん武器も持って帰りたかったっすね。完璧を求めすぎるな。任務達成だ。よくやった。これで当面の脅威はなくなったはずだ。ありがとうございました。さあ村へ帰ろう。みんなが吉報を待っている。